自然とかが生み出してるなんかささやかな光景たちがすごい、なんだろう、人にとって重要なものだったんだなっていうふうに気づくことがあって、私は日常の中にある何気ない光景とか現象をモチーフに制作していて、なんかそういうものたちはすごい日常の中にごく普通にあって、ありきたりなものとも言えると思うんですけど、それで目を向けられることもほとんどないかなっていうふうに思ってるんですけど、私はそういうものたちがなんかこう様々な要素が集まってこうできたすごい一瞬の美しい光景っていうふうに思っていて、それらを少しでも手に取れる形にできるようにしたいなと思って制作しています。学校に進学するとかそういうところでそこから離れていった時に、そういう自然とかが生み出してるなんかささやかな光景たちがすごい、なんだろう、人にとって重要なものだったんだなっていうふうに気づくことがあって、それをやっぱり忘れてしまいがちなものたちをそう特別なものとして存在させたいなっていう思いがあって作っています。日々生活する中で常にこう気になったものとかを写真で撮るようにしていて、その写真で撮ったものを元にペンとか鉛筆とか絵の具でドローイングを紙に何枚もしていって、そこから線とか色を見つけていって、でそれをアクリル画材を用いて画面上に描いて、でそこに光沢とかマットとか粒子の粗い面の質感を作って、最後にドローイングを元にした線をシルクスクリーンの版にして吸って完成っていう風なプロセスで作っています。なんだろう、その画材とか技法が持つ質感が作り出すものによって、なんかその自分が表現したい刹那的な一瞬の美しい風景を再現したいっていう風に思っていて、そういう質感を作ることでこう光を反射したり吸収したり、線の影が画面に落ちたりとか、逆に線が光を放ったりとか、なんかそういう刹那的な側面を作品が持つようにしたいなっていうふうに思って、その技法とかを結構いろいろなものを触って作ったりっていうふうにしています。作っていく上でなんか失敗とかも含めて、なんかこういうふうに見えるんだとか、なんかこういう色の発色になるんだっていうのをなんか実際に自分で体験して、それをなんか作品にどう変えていこうっていうのは常に考えながら制作しています。と小さい頃からもともと何かを作ったりデザインしたりするっていうことが好きで、なんでそのデザインをしたりとかっていう風な道に興味はあったんですけど、高校時代にホセマリア・シシリアっていう作家さんの絵画の作品を見て、絵を描く人になりたいなっていうふうに思ったのが一番のきっかけかなって思ってるんですけど、なんかそう思いつつもやっぱり現実的には難しいだろうなっていうふうに考えることもあって、一般企業の就職しようと思って就職活動をしてたんですけど、なんか就職活動してみてさらにその作品を作っていきたいんだなっていう思いがなんか自分でもはっきりと体感して、それでこの道を進むことにしました。実験的な作品を作る時もその自分の意図とか目的をはっきりさせないと、結局こうどう作っていきたいのかとか何がしたいのかがなんか曖昧になってしまうなっていうふうにすごい感じて、なのでその学生時代の時はこう圧倒的に作る時間が多かったんですけど、今はこう作品を考える時間がすごい増えたなっていうふうに思います。なんか建築士家でもあるコーリン・ローっていう人の実
数の透明性、虚の透明性っていう考え方があって、建築の中だったら実数の透明性がガラスとか本当に物質として透明のものとして存在しているもので、虚の透明性がその面とか格子とかそういうなんか実在しているものたちが重なり合うことでなんか生まれる空間みたいなものを指したその概念というか考え方 で自分の作品もその自分が見たものを描くだけじゃなくて空間を絵画の中に作るっていうところでなんかそれを結構参考にすることがあります。作品を結構淡々と作っていくタイプだなっていうふうに思っていて、自分の感情がなんか時にはその作品のクオリティとか作業ペースに関わることとかつながることもあるのかなっていうふうに思うと、なんかそこであまり変わらずに作り続けられることは強みにもなるのかなっていうふうに考えています。